先日町田の部落についての動画を上げたんですけども、ちょっと気になるコメントがついてたんですね。宮部さんへの質問ですが、前田さんという名字が全て部落の人ですか、町田のその地域限定なのですか。その場合ですね、このマッポンっていうツールを使ってみましょう。マッポンで検索したら出てきます。これで本町田に飛びます。で、町田市本町田、これで、強調する名字前田で、で他の名字を非表示にします。これで見てみると、町田で前田っていう名字、まあ集中している場所いくつかあるんだけども、この辺りに着目するんですね。実はね、白山神社の跡地だとか、あと次州の墓地があったのはこのファミリーマートのこの辺りです。確かにね、前田っていう名字、まあ気分集中してるんだけども、でも前田ってね、ありふれた名字なんで、こうやってね、部落じゃないところにもそれなりにあるんです。で、他の名字を表示してみると、菅原とか根本とか出てくるんだけども、まあこれもね、次州の墓地にあった名字です。ただまあ確かにね、この地域限定で見ると前田が多いなっていう感じがするんですね。ただ言えることは、じゃあ町田の前田さんが全部部落と関係あるかって言ったら、そういうことは全くないわけです。で、あとですね、かなり昔の話ですが、私のいとこが本町田出身で、丸山って名前は部落だと父親から反対されて結婚を見送りにさせられたとかいう話なんだけども、じゃあ丸山調べてみますね。丸山で他の名字を非表示、じゃあ丸山の文法を見ると、まああんまりないんだけど、でももうバラバラとあるんですよね。どっかに集中してるっていうことでもないし、まあここにちょっと多いんだけども、まあ少なくともね、町田で丸山っていう名字はね、部落とはまあ関係ないです。あと丸山さんという名字はかなりの確率で在日名とかいう話があるんだけども、日本正史五言辞典っていうね、サイトがあるんです。で、これね、これで丸山さんって調べるとですね、これちゃんとね、説明が出てくるわけです。それだと、掘り当て推定での比率は 1% 以下、つまりね、丸山さんで在日の人っていうのは 1% 以下なんで、かなりの確率で在日名、これももう全くもって嘘っていうことになります。でね、町田の部落の名字他に何があるかっていうとね、例えば小沢っていうのがあります。小沢、まあ、この字って2通りありますね。小沢で難しい方の小沢で、集中しているのが下大山田っていう地域ですね。下大山田に飛んでいます。すいません、間違えた。町田以外の下大山田に行ってました。町田の下大山田、ここで小沢っていう名字を探索すると、あ、ここに集中してますね。で、この場所なんだけども、これね、このマッポンのすごいところは航空写真があるんですよね。1960年代の航空写真だと何にもないんだけども、1970年代、ちょっとこういう新しい住宅地ができてるんだけども、これね、UR の住宅の開発のために、近くにあったね、部落は移転してるんですよ、ここに。で、ここがまあ言ってみれば、町田のもう一つの部落ですね。あとね、町田でね、あと多い部落って言ったら、部落の名字って言ったら川端があります。で、この場所っていうのが相原っていうところですね。相原、町田市相原町で、ここで、ちょっとね、見てみるとですね、ここに集まってますね、この辺り、この辺り、これを例えばこの、Google マップにしてみると、白山神社がありますね。だからこの辺りにも部落で、川端っていうのがこの辺りの部落の名字です。ただこれはね、これも他の名字をすると青木っていうのもね、まあそれなりに多いんですよね。ということで、町田で部落にまあそれなりにある、まあ絶対にね、例えば川端さんでもね、まあそれなりに離れたところにもね、いくつかあるっていうか、まあ川端さんはあまりないかな。川端さんっていうのはまあすごく珍しい名字っていうわけじゃないけども、まあ少ないですね、やっぱこの辺りですね。だから町田と川端、小沢、
あと前田っていうあたりですね。ただ小沢と前田っていうのはまあその周辺地区にも結構あるし、そんな珍しい名字じゃないので、じゃあ町田で小沢だったらっていうのはなかなかないと思う。でも川端は確かにね、こうやってみるとね、なんか結構な確率でっていう感じがしますね。うん、ということで、まあそのあたりが豆知識ですね。あ、まあただ離れてるところにもね、こうやってね、川端ちょっとあるんで、まあ絶対にその名字だったら部落かっていうことは、そういうことはないわけです。あと、ついでにいくつか質問に答えると、横浜市瀬谷区竹村というところに地区があったと思うのですが、白山神社は確認が取れました。現地の確認が取れません。瀬谷区竹村ですか。瀬谷区竹村。こうですね。で、多分この辺にね、白山神社、このセブンイレブンのあたりなんですけどね。ここはね、前田水村っていうのが多いんだけども、これね、電話帳使ってる関係で、このマッポンっていうのも精度が絶対じゃないんですよね。ただここ行くとね、水村さんとか前田さんって家何軒かあります。まあそこが昔からの、その、ブラックの家とは推定されるんだけども、ただ、この竹村町は相当開発されてるので、もうだいぶね、住民が入り混じってしまってると思います。あとですね、私は中部の前田さんの大ファンですが、神奈川県厚木市出身の前田三世はどうなんでしょう。あ、これはね、関係ないです。ただ、厚木は厚木でね、面白いところがあるんですね。例えば、厚木市、飯山だったかな。この辺りにね、まあ、部落があるんだけども、ここはね、長沢、あと、寄泉、出てこない。これは、頼朝の寄りですね。あと、福住ですよね。福が住むの、福住。これがね、こうやって見るとですね、まあ、こんな感じ。まあ、これはね、かなりね、深い話になるんで、またの機会でやろうかと思います。ということでね、今日は町田の部落の名字について、まあ、誤解ないようにちゃんと説明しておきました。